ということで、はい、花少年バディーズのたくまさんに来ていただいております、はい、デモトーク、はい。で、さっきはですね、そのビリーの話とかいろいろしたんですけれども、はい、その4月30日、5月1日のライブ、はい、なんとなんと、それは実は花少年バディーズの3周年記念の、はい、そうなんですよ。そうなんだと。5月1日がもうまさに3年目になりますので、ね、うんうん、はい、3にした方がいいんじゃないですかね。あ、なるほどね。一応細かく、はい、3年間振り返って、はい、どうでした？どうでした？うん、どうでした？その辺ですけどね。まあ、ざっくり言う、ざっくりとしちゃうんですけど、まあ、3年間、まあ、でもすごくバンドをやってるなっていう日々を3年間常に送れてきたかなと。もう常に本当にもうバンド付けの3年間だったんで、うんうんうん、むしろ他のことなんかしたかなって思い出すと出てこないぐらい、うん、でライブ活動もライブ本数もすごい多かったんで、はいはい、はい、ね、イベントも積極的だし、そうですね、単独公演もポイントポイントでもちろんやってたし、ね、はい、やってきましたし、うん、でまあリリースもその間にあったんで、うん、バンドしてんなっていう。バンドしてんな。おかしいですけどね、なんかね。おかしいでしょ。バンドしてなかったらあなたたちは何なんですかっていう。何ですかって感じ。だから多分それだけ充実してたんだと思いますよ、3年間。そうですよね。まあその花少年バディーズが始まるまでにまあいろんなことがあったと。はい。うん、そうですね。ありましたね。うん、でまあちょっとあるバンドの曲をカバーして。はい。でそのバンドっていうものは。そう。こういうもんだっていうものをね、うん、はい、思い出してみたいな、そのまんまの楽しい雰囲気が花少年バディーズにずっと3年間続いてきた、ね、そうですね、多分、うん、きっかけは多分そこだったと思うし、うん、多分そういうコンセプトっていうか、まあ、自分たち、まあ、その楽しむっていうこともお客さん楽しませるっていうことも原点はやっぱそこがやっぱ大きいんじゃないですかね、うんうん、ね、そうそう、それでそのリクエストアワーがある5月1日、はい、そしてその前の4月30日3公演あるわけですが、はい、実はそこで、はい、会場先行発売のライブ DVD、 はい、そうですね、うん、先ほどの一部前半部で、うん、一部でちょっと話しました、はい、ビリーというバンドが今年年始から3月まで動いたんですが、うん、その年始にあった、単独公演の模様プラスアルファの映像の DVD を、発売します。結構ライブも丸もうがっつり入ってます。がっつり、はい、うん、がっつり入ってるんで、プラスアルファはそう、プラスアルファはまあ見てのお楽しみで、ね、温泉は温泉、うん、温泉に行ったじゃないですか、なんか あれはねその1月に出た CD の特典で、うん、ショップ特典でそういう温泉行った模様を、そっか、じゃあ皆さんはもうご覧になってるんですね。そうですね、ご覧になっていただけてるんじゃないかなと、うん、メンバーさんのいい感じのショットを、はい、いい感じかどうかわかんないですけどね。いい感じのショットをもうご覧になっていらっしゃると。そうですね、そうか、じゃあちょっとオフショット的なものなんですかね、おまけはね。まあ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 、まあ、見てもらって、まあ、まあもったいない、もったいぶる、まあもったいぶる。でもそのまあ行けなかった人も、そうですね、来れなかった人も、まあもちろん来てくれた人も、うん、とても楽しめる内容になっているかなと思いますので、うん、ぜひぜひ買ってください。はい、なんか今変なの落としたぞ。はい、そんなわけで、はい、かなり生っぽくやっているテモトーク。テモトークすごいですね、これね、うん、手どうしていいか分かんなくなるですね、だんだんね。覗いちゃってもらってもいいんですけどね。はい、はい、そんなわけで、その手元にあるこれですよ、これ。そうそうそう、するかな、つってるかな、ちょっと引いた方がいいかな、いや顔まで映っちゃおうかなみたいな。顔まで映っちゃおうかな。めっちゃものすごい体勢だ、すごいことになってますね。はい、そんな感じで、はい、こんだけ宣伝していただいてありがとうございます。いえいえ、そう、これがね、あの、はい、バディーズさんの物販でも並びます。並びますよ、はい、この日に2日間とも、はい、でも実はもう通販で予約していただいてる方は、はい、お手に取っていただいてるようです。そうですね、はい、はい、感想なんかももらってて ねすごく嬉しいんで、うん、皆さんもお手に入れて読んでもらって、そう、はい、
まあ、たくまさんの意味は、この手元奥に関しては別の意味の手元奥もありますからね。別の意味の、あ、別の意味の手元っていうのもちょっと今回、ね、本に関連してありますんで、はい、ありますね。なぜこんな風に持っていくかっていうのをぜひご覧になっていただけたらそうですね、読んでもらえたらまあ分かるんで、まあもうこんなピンピンしてるよっていう ね、 これね、そうですね、あ、元気っぷりをね、元気っぷりをね、こうね、あ、アピールで、ね、そうそう、OK、元気っぷりをアピールしていただいてるってことです。アピールしてます、はい、そういう感じで、あの撮影もね、あれなんですよ、非常に変な話、リタッチなしみたいな。お、さすが。さすが、イケメンは違うみたいな。いい写真撮ってもらったんですよ。いやもうやっぱりおすすめはアップですかね。そうですね。アップ、バンバン、バストアップでしたっけ？上の。そう、バストアップというよりもかなりアップに近いですね。アップのやつね。そうですね。はい、あれを。はい、見てもらって、そうそう、今まで別にどこでも触れてないんですけど、はい、一応コンセプトがあったんですよ。そうですよね、うん、裏コンセプトがありましたよね。はい、たくまさんともしデートに行くならみたいな。ああ、そうですね、そういう裏コンセプトなんですか。そうそうそう、できるだけ柔らかくしようと思ってそういうコンセプトなので、それをちょっと頭に入れながらの写真とかを見ていただくと、ね、ああって思う。そうなんか一緒にデートしてもらってる気分になってもらったらいいですよね。そうです、そうです、うん、そんなわけで、はい、物販も DVD とこの本とありますし、はい、そうですね、何しろ3公演なんかかなり内容が違うという。そうですね、うんうん、まあ主には1月発売したブリードっていうアルバムの曲を全曲そこで披露するっていう目的が、まあもう一つ3周年の別にあるんで、うんうん、それとあとまあリクエストなので、はい、結構いろんな曲が聴けると思います。はい、ぜひゴールデンウィークでもうお休み入ってる人もいるでしょう。そうですね、ザバッとね、はい、もうずっと東京にいてください、渋谷に。そうですね、はい、まあ近い人は家に戻ったりもいいですけど、はい、まあちょっとお家が遠い人はずっと渋谷で、はい、渋谷で待ってます。はい、そのわけで、はい、今日は花少年バディーズのたくまさんのお話を伺いました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ最後に、はい、ちょいちょいとまた曲を聴きながら、はい、お別れしたいと思います。はい、はい、では先ほどからお話に出てる1月に発売したブリードの方から、マザーグース、本日はありがとうございました。ありがとうございました。駆け落ちていたガラス玉夜空にかざし透かして覗いてみた、ぼやけた星は静かに変わる。